日本北海道札幌市手稲区、富岡富岡は、北海道札幌市手稲区にある地区、手稲山北東の丘陵地帯である。北海道旅客鉄道函館本線以南の地域で、北部を三タル別川が貫流し、北西から南東に、国道5号と札孫自動車道が走る。市街化地域は、富岡1条から6条まで分けられており、丸山を含む南西の山岳部は、 テイネ富岡と呼ばれる。北海道開拓の初期には、札幌、小樽間の交通の要衝となった地域であり、1871年に開拓市がサンタロペツ、通行屋を設けている。この頃には民家も7から8個あったが、営住するものは少なかった。1882年にテイネ村大技、三村製が敷かれると、西隣のガル川が、 下手稲村の中心地となったため、富岡の発展は遅れがちとなった。1942年のアザメー改正に際し、開拓者たちの理想や願望を込めて、富岡が正式名称となった。1970年代になると、国道5号線を挟んで南北に市街化が進行した。稲積公園駅手稲イ,インターチェンジ JR、北海道バスがバス路線を開設している。 ありがとうございます。